こんにちは、サードラです。今回は第4弾アップデートに対応した神クエストの厳選方法についてのご紹介と、エクストラ8のゴーツクエストが出るようになったのかっていうのについてご紹介をさせていただこうかなと思います。<noise> まず早速、エクストラ8のゴーツクエストが今回から出るようになったのかっていう話ですね。例えば今までであれば、このエクストラ7のクエストであったり、まあ、このエクストラ6のクエストっていうのは、 ゴーツクエストが絶対に出なくて4つクエストまでしか出ないですよっていうのが今までの常識だったかなと思うんですがまあ一応出ない理由としてはそもそもゴーツクエストが70レベル以下からしか出現しないっていうのがもう決まっていたので例えばこのエクストラ6のエスピナスとかだと71までしか下がらないんですよねなので70レベル以下でしか出ないゴーつっていうのが絶対につかないっていうのが今までのアップデート前の常識だったんですがまあ今回なんでエクストラ8で5つがつくようになるっていう風にみんながまあ言ってる のかって話なんですがそもそもこういったエクストラ8のクエストっていうのはレベル調整をしても111までしか 下がらないんですよねなので、70以下でしかつかない g o ツは絶対につかないっていうふうな理論に基本的になるんですが、公式のこちらの映像ですね、これが確かスペシャルプログラムかなんかで一瞬映った映像だったかなと思うんですが、エクストラ8、開国服オーナズ地のゴーツクエストが一瞬だけ公式 PV に映ったんですよ。なので、まあ、これが発表されてから、まあ、エクストラ8が出るんであれば、エクストラ6とか7もゴーツが出るんじゃないかみたいなことを結構ね、コレクター界隈とかでも探が われていたんですが結論から言うとエクストラ8も含めエクストラ6も7もなんですが今まで通りゴーツクエストは出ませんなのでまあ、例えばこの開国服大名寺とかであれば4オツ25分とかが今回も限界値になるかなと思いますっていうのが理由が一応2つ ありましてまず一つ目が、まあ今アップデートが来て約1週間ほど経つんですけども、結構やっぱりまあコレクター界隈とか、まあ僕も含めですね、結構採取をやっていまして、条件に関してもいろんな条件で試して採取をしております。例えば、エクストラ7からわざわざエクストラ8に派生させて、レベルをちょうど111になるように派生先調整して、条件絞って周回したりとか、まあ、他にもかなりの数、しかもかなりの人数がやっているんですが、 いまだに g o ツクエストっていうのがエクストラ8含め6以上ですねで見つかっていないっていうのとでさらに一応まカプコンさんはちょっと今ね忙しいかなと思って大変申し訳なかったんですけど公式 PV にエクストラ8の g o ツクエスト映ってるんですけど今回から実装されてるんですかっていう質問を2日前ぐらいに投げたんですがそちらの結果っていうのが一応メールに本メールの無断転載及び二次利用はご遠慮くださいってま注意書きで書いてあったので画面を映すことはできないんですがま現状お答えで できませんっていうニュアンスの返答が。 帰ってきたんですよねなのでまあこれから察するにもともとは出す予定だったんですけどまあ何かしらの不具合でそもそも5オツが出なかったのかもしくは PV が間違ってたのかっていうまあどっちかかなと思うんですけどもまあそういった背景もあって今回もエクストラ6以上っていうのに関しては4オッの25分が限界値になるかなと思いますなのでまあ結構ねあの PV が出てから4オッの最高条件のクエストめっちゃ捨てましたみたいな方も見かけたんですけどエクストラ6以上は4オッが最高値になり ありますのでそこは注意をしていただければなと思いますっていうのがまず1つ目ですね結構質問が多かった「エクストラ8」とか「67」に今回から5つつくんですかって質問に対しての返答ですね。 続きまして第4弾アップデートに対応した効率のいい神クエストの厳選方法についてご紹介をしていくんですが一応その前に、まあ、僕自身がどれぐらい厳選できているのかっていうのをお見せした方が信憑性もあるかなと思いますし一応僕のチャンネルでは結構定期的にクエストの配布会っていうのもやっていますので、まあ、その時のためにも一覧を動画でお見せしといた方がいいかなっていうのでまず先に一応僕の手持ちのクエストからお見せしていくんですが今回アップデートで追加されたエクストラ8に関してはまず単体クエストは新追加の5 ゴアマガララととと、えー、クシャルルダオオオあナテテスカトルですね、まあ、この4体に関しては一応最高条件ですねまずオツ数は4オツの25分さらに出現マップに関しても一番借りやすい場所ですね、まあ、サブキャンプもしくはメインキャンプもしくは偵察隊から枠マップっていうので一応厳選してまして例えばクシャルダオラであれば密林であったりゴアマガラも密林ですねでオーナーズチも密林で テオテスカットラは一応砂原もいいかなとは思ったんですがこちらも溶岩洞で厳選しておりますっていう感じで、まあ、最高条件と言われるマップ厳選オツ数制限時間制限っていうのを全部満たしたクエストを一応4体分しっかり確保しているっていうのとあと多頭クエストに関しては、まあ、こちらですねゴアマガラメルゼナルながら王駅参考プラスガランゴルムの枠が。 開国ゴアっていう、まあ、ちょっと特殊なクエストなんですがこれもまあエクストラ8の3等クエなんで4オツの時間制限なしが最高条件になるのでこれのしかもマップも大社厳選済みっていうのが220レベルでありますしまあ、あとはこちらですねこれはちょっとまたレベルがあと10上げれるんですけどクシャルダオラたまたまの雷弱点統一の最高条件だったりあとはまあこちらですねナズチゴアのミツリの30分4オツって感じで、まあ、エクストラ8はこれぐらいですねの源泉が今現状できておりますでエクストラ7以下に関してはまあ流しながらお見せして 行くんですが、まあ、基本的にエクストラ1からエクストラ8まで全て単体クエストに関しては最高条件を最高マップで厳選しております。であとは多頭に関しては人気どころの多頭は一通り持っているっていう感じで、まあ、結構コレクターの中でもガチに近い方なのかなとは思っております。って感感じじでで、まあ、こんな感じで クエストがありまして気になったのがあったときは、ちょっと一時停止してみていただければなと思うんですが、エクストラ5以下に関しては5ーツまで出るようになっていますので、3等クエストは時間制限つかないでこんな感じでゴーツクエストが最高なんですけど、一応、まあ虫玉たつねがサブにつくと4ーツまでしかつかなくなるっていうのがあるので、まあこういったのもちょっとあるんですが、基本的にはゴーツが出せるモンスターとか、単体クエストに関しては、25分5ーツのマップ最大値っていう感じで全部 単体クエストについても厳選をしております。まあこんな感じですね。で、一応現状回クエストとして実装されているモンスターに関しては全て単体クエストは最高条件を持っているっていう感じの手持ちになりまして、まあ、あとこんな感じですね。エクストラ3がこんな感じで、エクストラ2から1に関してもこんな感じですね。っていう感じで、 クエスト厳選を行っておりますっていうのが一応僕のまず現状のクエスト厳選の進捗ですね。でそしたらまあここまでの神クエストをですねの厳選をするためにどうやれば効率よくクエスト厳選をすることができるのかっていうのについてお話をしていくんですがまず基本的なやり方に関しては過去のこちらの動画でご紹介をさせていただいた密林の採取ですねを使ってまあ1周3分とか早ければ1分ほどで8クエスト近く持ち帰って周回っていうのも4人組とか、まあ、1人でも一応できるんですけどそういったのでクエスト と厳選を基本的にやっておりますでその時の掘る時の条件っていうのが大きく分けて2つに分かれるんですが自分が欲しいクエストっていうのがエクストラ6以上のクエストなのかそれともエクストラ5以下のクエストなのかっていうのでまず掘る基準のクエストっていうのが変わってきますっていうのもエクストラ6以上の神クエストが欲しい方に関してはそもそも最大値が4オツまでしか出ないのでレベルを気にしなくていいんですよね例えば極端な話で言えば220レベルで掘ったとしても4オツクエストって出る 出るんですよしかも4オツ25分っていうのがくっついたクエストっていうのも出ることが確認できていますのでエクストラ6以上に関しては基本的に何レベルで掘っても自分が欲しい紙クエストが出る可能性っていうのはありますただ注意していただきたいのがエクストラ5以下のクエストですねこちらに関しては一応最大値がこんな感じで5オツの25分っていう感じで5オツがつきますので5オツクエストは70レベル以下でしか出ないんですよねなので注意点として ゴーツクエストを狙う場合だけえクエストをゲットしてその派生後のレベルっていうのが70以下になるように調整をしないといけないです。でここが まあちょっと何言ってるかわからないって方も結構多いかなと思うので採取した時の画像を例としてお見せするんですが一応こんな感じで今これ45レベルのリオレイヤーを掘っているんですが45レベルを掘ったのにこんな感じで55レベルとか60レベルとかが落ちるんですよねっていうのでそこも踏まえてこの派生先のレベルが70以下になるようにレベル調整機能を使っていただいてレベルを下げていただいて掘るっていうのが注意点になりますじゃ例えばこのプケプケの25分ゴーツが欲しいとかゴーツついてるクエストが欲しいってなれば、まあ、プケプケのクエスト からプケプケは派生しないので例えば違うジュラトドスからこのレベル調節機能を使っていただいて、えー、レベルを41に下げてあげるとかまあ44とか45ぐらいまで大丈夫だと思うんですけどまあこの辺りに下げてあげれば派生した後のクエストっていうのも70以下になるようになりますのでこういう風にレベルを低く設定して周回する必要がゴーツクエストを厳選する場合はあるっていうのがまず気をつけていただければなと思いますでそしたら逆にこういったエクストラ8とか6とか7の4オツ25分最大値を 掘る場合は220レベルを脳死で回していいのかっていうお話について次入っていくんですがここは結構難しいところで回答級クエストの特徴としてレベルが上がれば上がるほど多頭クエストに派生しやすくなるっていう傾向があるんですよね。なので こういった単体クエストの最高条件が欲しい場合は、まあ、レベルを下げていただいた方が、まあ、単体クエストを引ける確率が単純に上がるので、まあ、引きやすくはなるかなと思うんですけど、逆にレベリングがめんどくさいと思うんですよね。例えばなんですけど、このオーナー値を111まで下げて掘って、まあ、120レベル前後で派生して、まあ、4つ25分引けましたとかなったとしても、そっから100上げるのって結構めんどくさいと思うんですよ。だったら、 もう最初から220で掘っちゃって確率はちょっと下がるけどもうレベリングしなくていいよねっていう方がいいって方も結構いらっしゃるかなと思うのでここはもう好みの世界になるんですがまあ基本的にはどのレベル掘っても出るので安心していただいていいんじゃないかなと思いますで逆に多頭クエスト厳選する場合はレベル高い方が多頭に派生しやすくなるのでまあそういった条件をうまく活用してクエスト厳選っていうのはやっていただければいいかなと思いますっていうのがまず大きな注意点ですねエクストラ5以下を掘るのか6以上を掘るのかっていうので狙うところによって 掘るレベル帯を調整しないといけないいいいとけっていうののがありますので、注意してていいただければななっていうのがままず1つ目になりますで続きまして2つ目なんですが、狙いのサブモンスターがいる場合の厳選方法について入っていきます。まあ、例えばなんですけど、まあ、このクシャルダオラプラス玉ツネ2頭とか、まあ、こういったナズチゴアであったり、まあ、こういったゴアメルゼナルナガロンみたいなちょっと面白めのクエストの厳選をしたいっていう方ですね、に関しては、そもそもまず狙いのサブモンスターが出るレベル帯っていうのが決まっていまして、それに関しては、 ちょっと今お話ししてしまうと動画が長くなるので過去のこちらの動画を見ていただきたいんですけどえこちらの動画で過去に解説させていただいた通り例えばこのメルゼナであれば41レベルのクエストからしか出ないとか結構サブモンスターによってしっかり出るレベル帯っていうのが決まっているので多頭クエストの厳選をしたくてかつ組み合わせをこだわりたいっていう方は一旦こちらの動画を見ていただいてから自分が掘るレベル帯っていうのを決めて もらえばいいいいかなとと思いますすうのが注意点ですねで最後にえ今結構欲しがってる方も多い名づち名づちですね例えば「開国服名づちプラス大名づち」とか、まあ「クシャルダオラプラスクシャルダオラ」とかあと「テオテオ」とかって感じですねのクエストが出るのかどうかっていうのについてもお話をしていくんですが こちらに関しては過去のこれですね。これ×これの組み合わせは出るのかっていうのを解説させていただいた動画があるかなと思うんですが、まあこの原則に当てはめると基本的には出ないかなと思います。ただここはちょっと申し訳ないんですけど、すべてのマップのすべての組み合わせっていうのを検証できたわけじゃなくて、これを検証するためには全マップの手奥者なずしが入ってるクエストっていうのを一回手元に置いて検証しないといけなくて、今枠が見ていただいてわかる通り僕あと10枠しかないので、あのクエスト持てないんですよね。 なので全組み合わせっていうのは検証できていないんですが現状検証できる範囲で見てみたところ過去のこちらの、まあ、2マップ以上初期位置が被っていると回答級クエストの組み合わせとして出せないっていうのが当てはまる場合は、まあ、このなづちなづちとかくしゃくしゃとかテオテオっていうのも出ませんのでこれを狙って厳選するのも正直、まあ、そもそも出ない可能性が高いっていうのは一応注意点として覚えておいていただけるといいかなと思います。 でまあ、この組み合わせの問題に関してなんですがこれはなんか一部例外があるみたいなご報告も1件だけ頂い,いているんですがそちらに関してもちょっと検証がまだ進んではいないのでここはまた何か進展があれば動画とか登録者向けのコミュニティとかで追記はしようかなと思ってるんですが現状はくしゃくしゃとかテオテオとかなずなずっていうのは でないと思っておいていただいていいいいいいいただんじゃないかなかと思いますていうことで、今回は第4弾アップデート以降の神クエストの厳選方法についてご紹介をさせていただきました。で、こちらのチャンネルでは YouTube ライブであったり登録者向けのコミュニティだったりあと Twitter ですねとかでクエスト配布会っていうのも週に1回程度は行っておりますのでもし欲しいクエストがある方はぜひそちらも参加してくださると嬉しいです。これからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ